4番線から特急コース1号が発車します。危ないですのでホーム上でのモンスター狩り行為はご遠慮ください。通勤通学遊びに旅行にそしてその他の利用者の皆さんようこそ。ここが長宿駅、正確には長宿魔界ダンジョン迷宮内駅です。大野手線の新大久保と五保駅の間にある駅とは関係ありませんよ。皆さんも長宿駅に迷い込んだ挙句食料が足りなくなって餓死したり魔物の餌にされてしまったりという経験がありますよね。今日はそんな冒険者の皆さんにこの駅の攻略方法を大紹介。抜け出せこのダンジョンを。冒険初心者はなんとかここから出れるようになろう。
かりの導きの中で囚われるもの、時が止まり光る目が浮かぶ切り裂かれたものもと与えられた何やじの働き方つける人心と共に原因の針がいざ酔う夜に闇を霧に紛れる人影ただ高なる行動、まだ目が眩むこの先の壁が見つめられないほど近づいてくる紅の館に響き渡る足音を見つめし花咲く夜に時の中積み重ねる何秒何日はたまた何十年消え入りそうな動機なら単純で固形なんてほどにひどく経過して気づいた結果自ら見つかる目で見つかる気づかぬ間に積み重ねる言葉手伸ばすたつけのマンスターのマンスター期待は期待と共に消えてはなくなる誇りすら残さない仕事に誇り高きものただ当時の様でも2時間前に出直し的な意味とはともわずかなまりだわこんなにも月が赤いからThank you.
Thank you.